40、50代の芸人さんは大竹さんぐらいだと思います。マジで、それはすごい。人数的には大竹さんの10分の1ぐらいだ。少ねえな、少ねえな。ただ、ちょっと待って、いるぞ、やばいな。サマーズチャンネル、サマーズチャンネル、お、始まった、始まりましたけどもね、いつものおなじみの無前です、もう何度か ね使わさせていただいておりますけども、あの目の前に美味しそうなものがね、飲んでよろしいんでしょうか。まあ飲みたいんですけど、一人ねご紹介したいと思います。美女ですね、里見希です。あ、里見希、久しぶりだね。お久しぶりです、ありがとうございます。声入れてもらってるから。そうです、もう語りで寝ないお父さん、ノンノンフィクション、はい、ノンノンフィクションのありがたいです、ね、本当に YouTube 見てますから。今みたいな変な声じゃなかったよね、ナレーションの時変な声いじりもうやめてくださいどうも里見希でしたでもノンノンフィクションの時は気にならなかった。本当ですか、うん、お酒は強いからね。お酒、ビール好きですね。ね、はい、ね、じゃあ一回大人ですから、はい、で一緒にどうも、ね、よろしくよろしくお願いします。お願いします。いただきます。あ、すごい美味しい。うん、里見希と一体何するんでしょうね。じゃあ見てみようか。俺もこれで知るから、はい、三浦さんもそうですよね、はい、いきますよ、はい、じゃん。サマーズと里見希にはどんな生き量がついてる？怖え。どういうこと？生き量だよ。ついてる。お前楽しく飲む会じゃないのか。生き量がついてる前提でやってんの？生き量って何なんだろうね。だから下手したら俺の生き量が俺についてる可能性はあるってことだよ。もうついてるよ。いや俺これ息だ、息量じゃない、量じゃないんだ、これじゃないんだよ、俺は生きてんだよ、生きてんだね、うん、な、うん、人のだから、ね、重いでしょ、はい、例えばじゃあ好きもそうだし、うん、嫌いも、はい、で里見希は俺つぶやき四郎の生き量がついてる、ついてるね、うん、同じやっぱ栃木出身で、うん、つぶやきの一方的な片思い、片思いでしょうね。先日もラジオで一緒にご一緒したんですけど、うん、その時に里見希と付き合ってるからねみたいなのを何度も言ってて、やべえもん、いや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 、もう絶対ついてるわ、それつぶやきの霊がついてるよ。つぶさんいますかね、あのそういう方に調べてもらわなくてもついてる、ついてるね、うん、あ、じゃあちょっとどうなるんですか、そういう先生が来るの、あの芸人さんで、うん、そういうのが見れる人が、あ、お笑いなんだね、いるので、うん、今日実はサマーズのお二人は、うん、さっき撮ってる間に、うん、こっそり見てもらった。え、マジで、え、見てていたの、この中に、やべ、来たな、よし、うまい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 、これ見たの、もう見えんの、わかる、あの、結果は出してもらってます。マジで、さとみきさんも一回、うん、あの、多分知らないおじさんが会ってると思うんですけど、はい、呼んでいいですか、はい、はい、でお願いします。あ、どうもよろしくお願いいたします。お願いいたします。はじめまして、シークエンス坂本と申します。すげえ勢いで喋ってくるな、すいません、すごいね。お願いします。お願いします。吉本興業の。そうです。ただテレビはもう心霊でしか出たことないです。見えたからってなんかできるの？その術を学んだのか、見えるだけなのか。見えるだけなんで、うん、だから悪いのついてるっても、うん、ついてますって言って帰っちゃうんですよ。いやお前それ最悪じゃねえか、言われただけでさそれきついんだよな、なんかその対処法を教えてほしいんだよね、 うまく付き合ってくださいじゃないんだよじゃあ見てもらおう、見てもらう、うん、誰か見てもらう、ね、ちなみに今3人見た中で、はい、いい順とかそういう順番でそれ怖いですね、いい順はおかしいだよそれはちょっとじゃあいい人から発表してもらおう。昔な、ケツの穴にお化けが2万匹いるって言われたもんな。そうだハワイで。ハワイで。言われたよ。なお尻の穴に。金玉の中に。うん、金玉の中に2万人いる。2万人いるとか。じゃあ、あの、なんだっけ名前。吉住だっけ。はやともです。はやともさん。はやとも。はやとも。お願いします。一番良かった人から。うん、一番良かったのは、
大竹さんです。マジかよ、俺いい気がしたんだよ。やだよ、俺ね、いい気がしたの。 だってもうこいつ自体が生き量みたいなんだ。なんでだ。いいのついてる。大竹さんすごいです。あの、まあ、サマーズはお二人ともすごいですけど。あら、そう、あ、よかった。私が誰か悟りに自分で最後になったんじゃない。大竹さん本当すごいです。出すとこんな感じなんですけど。え、どういうこと。まあ、ファンの人が周りについてるのは芸能人はもちろんなんで、うん、まあ、この黄色のついてるっていうのは、まあ、皆さんついてるものなんですけど、うん、大竹さんのファンの人は熱狂的な大竹さんのファンの人ばっかりだったんです。うわー、囲まれてる。はい、でこんなに熱烈に応援されてる、40、50代の芸人さんは大竹さんぐらいだと思います。マジで。それはすごいことじゃない。すごいじゃん。少なくとも僕が見た中では大竹さんだけです。すごいです、うん、はい。で、あとすごいのが、大竹さんに抱かれたいと思ってる女の人がめちゃくちゃいます。本当かよ。まあそれはいるんだろうね。いるんですか、はい、ただすごいのが、こんだけいろんな女の人がいるのに、うん、大竹さんがその全くその人たちを受け入れてないというか干渉してないんですよ。おで、なんか根っこの部分がなんかお仕事への意識みたいなのしか見えなかった。うん、なんかあんまり他の人がバーッと大竹さんの心に入る余地がそんなに見えなかったんですよ。はあ、うん、自分でこうしてるんだ、なんとなくじゃあ。なんか入りづらい人なんだろうなと思って。奥さん一筋っていうことでね、愛妻家ですもんね、やっぱり。そうですね、いや本当そうですね。人見って言った方がいいんじゃないですか。いやいや、言わないんだ。今関係ないんだよ。な瞳、な瞳じゃないんだ。危ねえ、危ねえじゃないんだ。危ねえ。瞳って言っちゃった。危ない、危ねえ、言っちゃった。お前の繰り返したら危ない、危ねえ。危ねえってなんなんだよ。それもダメな。で、なんかちょっと何に対してのかちょっと分かんなかったんですけど、うんうん、なんか恐怖心みたいなのが見えたんで、これはだから身近なところで考えると奥さんへの恐怖心。やめなさいよ。そうだ。ね、そうだ、そうだじゃないのよ。間違いないじゃないよ。瞳、やめろよ。だろう。やっぱその名前出すとなんかビクついてますよね。やっぱビクつい、それはもうね、恐怖心って言っちゃってね、あれだろうけど、うん、真面目に暮らしてます。気をつけしてくれし、うん、なるほどね、見え出ちゃってんだ。はい、あと奥さんからっぽい気量は全くついてなかったです。あ、そう、はい、いい、いいってこと。それはあんま愛されてないの。やっぱ奥さんは奥さんで我が道を行くみたいなね、キャラクターだから。それでいいですよ。ね。はい。でも全体的にはものすごいいい感じだと思う。素晴らしい。素晴らしい。こんな褒めた後とかやだな。よかったよ。来てもらって本当。シークエンス。シークエンス素晴らしい。はい。最高でした。素晴らしい才能。続いて第2位。はい。子は呼ばれたい。じゃあ第2位の方お願いします。第2位は。ニムラさんです。コンビがいいって、コンビがいいって言ってたからね。呼んどいて再会ってごめんなさい。こればっかり分かんないから。でも解決するかもしれない。今日何か自分の悩みが、うん、もしあったらね、はい、うん、うん、まあ、ニムラさんの見てる感じはこんな感じです、はい、うん、なんかまたちょっと一瞬大竹と似てるかなとは思うんです。大竹さんと一緒でやっぱり熱狂的なファンの人がついてるんですけど、うん、人数的には大竹さんの10分の1ぐらいの少ねえな。少ねえな。なんだよ。10に対して1人でしょ。ね、そうだね、10人なんで、あのでもいっぱいついてるんですよ、三村さんのこと好きな人たち、うん、ほうほうほう。だからこの人ついてる人たちのほとんどはなんとなく好きぐらいの感じですよ。いやー、なるほどね、はい、うん、まあ、なるほどね、ぼんやりファンっていう感じなんで、まあ、なんかその好きな芸能人はって言われて最初には出さないけど、うん、でもやっぱり入ってはいるみたいな。なるほどね、はい、うん、いいこと言うね、はい、あと、僕が見た中で、うん、全てのお笑い芸人さんの中で、うん、一番三村さんが持っててます。え、モテてんの。はい、モテてます。モテてんの。なモテてんの。お前何つってんだよ。モテてるから。モテてる。モテてる。モテてます。ごめんね、お前つっちゃって。な、長友だっけ。早友です。一回も覚えないからね。しかも、身の回りにもう、三村さんともう、出てもおかしくないぐらいの女の人が二人いるんですよ。二人も。ただ、これ、なんかあれだなと思ったんですけど、周りに2人いるのに三村さんが全然その2人に多分気がついてないんですよ。はあ、思われてる、はい、すごい誰だろう、気づいてないんで、なんか
ちょっと三村さんの男性性がちょっと衰え始めてるのかなと。やばい。ああ。常にね。ちょっとね、常にそこはね、気にはしてるんですよ、こうね。なんか。僕は、練習はあれですけど、うん、その、立たなくなってきてるんじゃないかなと。やばい、ほんと、あのね、いいとこついてくるよ、ほんとに。今はもうそういうことがないからね、うん、勝手に立たないんじゃないかと思ってるけど、里見が攻め込んできたら立つかもしれない。何を言ってんですか。何を言ってんだ本当に。そういうの言わないみたいな言ってませんでした。そういうの、こういうところで言わない。もう言い出してるんです。そうですよね、言い出してるんですか。なんでまあちょっとあれ、そこがちょっと心配な感じだなっていうふうに思ってます。隼人もいいとこついてくるよ。隼人もなんであの、うん、すぐにでも抱ける人が2人いますね。あら、それに気づいて、誰よ。教えてくれないかな、じゃないの。それは教えてくれないんだね。この子いれば分かるんですけど。あ、この子ですとか。はい。私全然違います。全然違います。全然違う。あとはあのすごいと思ったのが、なんかものすごい芸人の人から顕著に愛されてる人だなっていうふうに思いました。おー、嬉しいっすね。嬉しいね。大体芸能のテレビ出てる人ってスタッフ全体だったりとか、テレビ局関係の方だったりとか、もうほんとお仕事関係者皆さんに好かれてる人がほとんどなんですけど、顕著に芸人の方からばっかり好かれてる感じがあったんです。そうか。でスタッフに嫌われて仕事に繋がらないじゃない。嫌われてはいないですけど、嫌われてはいないですけど、芸人の人たちが特別慕ってる感じがある。ああ、いいですね。それはでもね、これも嬉しいですね。なんであの本当にあの心配なとこ何にもないです。何なんだよ、協力バイアグラみたいにくれよ。くれよ。乗ってない。あの本当に何か言った分処方箋ですっていうのを出した方がいいと思うよ。あ、でもマジで今、はい、バイアグラが一番いいと思いますね。処方箋。実際ね。実際は。実際そう。はい、本当にサマーズさんお二人は何がすごいって恨まれてないですね。はあ、いいこと言ってくれるわ。あんまりじゃあいないの、そういう人は。あ、全然いないです。はい、恨まれてる人がほとんどですね。はい、どういう芸人さんだとどういう恨まれ方するんですか。そう、恨まれ方だと一番最初だと岡村さんが初めて見た時、うんうん、その女の人に心臓を握りつぶされるんだったんですよ。へえ、すげえ怖えな。おい、でロケだったんですけど、うん、岡村さんがその一人心当たりがある人がいたらしくて、でその時はあの正門の首塚っていう大手町にある、まあ、神社ではないんですけど、ちょっとまあある場所に行って手合わせたら、まあ、一応無事取れました。あ、いやー、よかったな。すごい愛されてますね、うん、よかったね。ちょっとこういうイメージじゃなかった。いやいや、そんなわけないだろうよ。オチとかないから、これ。そうそう。これはこれ事実だから。十分素敵な回でした。うん、うん、怖いよね。せっかく YouTube 出れたのに。でも、いや、わかんない。でも、わかんない。そうですよね。スカウトキャラバン1位でしょ。はい、ありがたい。ってことはもう何か持ってるはずですから、うん、やっぱり。里見さんの好き方はこんな感じです。あれ、あれなんかちょっと明るいの。待って、いるぞ。黒いな。黒いのいるぞ。あのシンプルに死んだ人が2人ついてます。ちょっと待てよ。お前怖えな。ついちゃった。死人2人がついてるんで、うん、しかもどっちも40代男性の人なんですよね。ちょっとゾワゾワして。40代の男の人だってよ。で、どなたでしょう。まあ、もう亡くなってる人なんですけど、はい、里見さんとあの結婚した気になってます。はあ、いや、熱狂的ファンも、まあそりゃいるだろうよ ね、はい、なんかあんの、そんな正門のどっか行った方がいいんじゃない。そうですよね、そこちょっと教えてください。はい、あの全然大手町スペース正門で入れればすぐそんな、そんな自分で行けみたいな。大手町スペース正門なんか嫌だな、そう簡単な感じで嫌なんだよね。うん、あとファンの人がこれ色が違うんですよ。さっきのサマーズさんは黄色で、確かに、はい、黄色でした、はい、明るい入れです。はい、でこれなぜ色違いで書いてるかっていうと、はい、この男性ファンの人がですね、みんなやっぱり佐藤美希さんのことを異性として見てるんですよね。応援っていうよりは、はい、どっちかっていうとそのもうなんかやりたいみたいな。あ、狙ってるところね。狙えば落ちるんじゃないかぐらいの女として、もう近さが近いんじゃない、ファンの方が。ああ、 それはありますね。うん、でも女性がみんな憧れて
ファンになってる人ばっかりなんで、嬉しい、はい、なんかファッションモデルさんの本当第一線の人みたいな付き方してます。そう、ピンク色のが、ピンク色のです、はい。あとはまあちょっとあれなんですけど、里見さんって結婚されてないですよね。してないです。してないですよね、はい、なんか結婚しそうです。あら、出たよこれ。あの、実は、実はいるとか、そういうのあるかも。この後1ヶ月後に発表みたいな。ないです、ないです。こういうパターンってあるからね。これあるからね、これ。これあるからね、これ。ここでないで、ね、まだ、あ、半年後にさ、実は3年4年付き合ってた彼氏がいたとか。いましたみたいな、これあるからね、これ。仕事頑張りたいです、私は。いや、その時間もあって全然大丈夫なんですけど。はい。なんか、結婚してってもおかしくないぐらいの関係性の男性がすぐ近くに見えるんですよ。見えちゃってるよ、これ。どういた？そういう人はいた。でも、あの、仲いい友達、うん、親友って言うんですか、うん、ドラムみたいな。いや、それはないです。それ、親友男性の異性はいますね。いやいや、やってると思いますけどね、じゃないよ、はやと。やってると思うけどな。やってるよ、これ。やってる、やってない、やめなさいよ。本当ですよ、もうやだ、親見てるんですから、両親。サルミキさんはなんか他もっといいこととかあって、あ、いいこと。いいことあんまり。あんまりないですか。あんまり。あ、でもすごいなって思ったのが、うん、ちょっと書ききれてないんですけど、遠くの人は里見木さんのことを結構性的な目で見てるんですけど、うん、近くの男性は仕事仲間という目線でしか見てないんですよ、うんうんうん、だから身近なところにいる男性っていうのは多分本当に里見木さんのことをお仕事の、友達というか仲間っていう意識が強いで、女性タレントさんの中では正当に仕事が舞い込んでくる人、うん、なるほど、そうか、やらしい目でじゃなくてね、はい、うん、大概ちょっとエッチな目線が入っちゃったりする。あ、なるほど、はいはいはい、そういうのが何にもなくなんかすごい入ってくるんだろうなっていう感じがしたんで、これは珍しいと思います、うん、あ、珍しいんですか。珍しいです、ほとんどやらしい目で見られてる。そうなんですか。この仕事一緒にすればもしかしたらお付き合いできるかもみたいなね。あいつがもうすでにやらしい目で見てるんだよ。遠いんで、遠くからやらしめに。あとはこのいい男性だけ見逃さないようにだけしてもらえれば、はい、これ逃すと多分ほぼない可能性がありますね。はあ、つぶやきだって。つぶやきは近くでやらしい目で見てるから、ちょっとややこしいんですよね。話し合った方がいいですかね。そうだね、うん、私と結婚したいですかって聞いてみたらいい。あ、そうですね。私から言ったことないんでまだ、うん、言ったらやばい。おお、いいよ。いいよじゃなくて、それはもちろんそうだねって。おはようございます。よろしくお願いします。ドン、西村にも負けたら悔しい。あら、ね、すげえ侵食してきたんじゃないかよ。まず三村潰しとこうじゃねえんだよ。いやいや、入ったのか。ああ、夏も冬も巡る季節を、サマーズチャンネル。